パラリンピックの聖火が、夢の大橋に到着しました。東京パラリンピックの聖火が、24日の開会式終了後、国立競技場から、夢の大橋にある聖火台に移されました。大会期間中の9月5日まで灯されます。夢の大橋の聖火台は、国立競技場と同じく、太陽をモチーフとしたデザインとなっています。新型コロナウイルスの感染拡大で、東京に緊急事態宣言が発令されているため、大会組織委員会は観覧自粛を求めています。これで、8月25日の KABニュースを終わります。